フィリップ・スキッポン。フィリップ・スキッポンは、新京都革命期のイングランド王国及び、イングランド共和国の軍人、政治家。名は、スキッポンとも。若い頃に、軍職を購入して、プファルツ選帝貢献ボヘミア王フリードリヒ五世の、救援に向かったサーホレスビアーの遠征隊に、志願、1623年に敗れるまで二度にわたる、フランケンタールの包囲戦に参加した。 その後オランダでオランダ総督マウリッツに仕え、1625年と1637年のブレダ包囲戦で負傷、1629年にスヘルドーヘインボスとマーストリヒトが攻撃されるとビアーの下で出撃した。1632年にはマーストリヒト包囲戦でも出撃して優秀さを示し勝者に昇進した。また、宗教に深い興味を抱き、 家族のために宗教的冊子を書いていた。軍歴18年の1638年にイングランドへ帰国、翌1639年10月23日にイングランド王チャールズ1世から名誉砲兵隊の指揮を取ることを勧められ承諾、ロンドンへ移った。ところが1642年1月8日にチャールズ1世と対立していた議会から、 ロンドン民兵団の指揮を与えられると議会を指示してロンドンへ押し寄せた群衆と交流、恐怖に駆られたチャールズ一世が10日にロンドンから逃亡する事態になった。これは4日にチャールズ一世が捕らえようとした議会指導者5名をしてオブロンドンが匿まった事件が発端であり、これ以後スキッポンは議会派として行動応答派のジョン・バイロンがこもるロンドン党を 封鎖、5月10日は、シティの連帯をさえつ、ヨークにいた、チャールズ一世から味方になるよう命じられたが拒否。議会は、国王の命令を違法と宣言した。第一次イングランド内戦における10月23日の、エッジヒルの戦い、11月12日のブレントフォードの、戦いには参加していないが、議会軍司令官のエセックス博、ロバート・デバルーの軍を増強するため民兵団を、 訓練し続けた。11月13日のターナムグリーンの戦いで、国王軍に直面した時、訓練を受けていない民兵を激励、戦後へセックス博により、陸軍少将へ昇進した。自分の献身を記した宗教を察し、あるキリスト教徒の百人隊長を出版する一方、議会指導者、ジョンピムと協力して、エドマンド・オーラーなど、王党派の内通者摘発と威嚇に努めた。 1643年9月20日の第一次、ニューベリーの戦いで左翼の指揮を取り国王軍を撃退。翌1644年のロストウィシエルの戦いでエセックス博に同行したが、王党派に包囲されたエセックス博が回路脱出すると代わりに議会軍の指揮を取ったが、戦況不利のため、チャールズ一世と交渉して9月1日に武器をすべて放棄する条件で降伏。 町から退去した。同年10月27日、不評を招集して、第2次、ニューベリーの戦いでは、マンチェスター博、エドワード・モンタギューの指揮下で、オリバー・クロムウェル、ウィリアム・ボラー、ウィリアム・バルフォアラと共に、別動隊を編成、チャールズ一世のオイ・モーリスが守るスピーンの村と丘を、選挙、ロスト・ウィシエルで失った大砲を奪還したが、マンチェスター博の不守備で、 戦いは引き分けに終わった。1645年2月にトーマス・フェアファクスを総司令官とするニューモデル軍が創設されると副司令官に任命され、兵士の再登録に当たった。しかし、騎兵戦の経験がなかったためクロムウェルも副司令官となった状態で6月14日のネーズビーの戦いに臨み、中央で不評体を指揮して国王軍に挑んだが、攻撃の最中重傷を負うも、 戦場から離れず戦い続けた。戦後議会からこの行動を感謝され医者が派遣されたが、復帰には長い時間がかかり、1646年のオックスフォード包囲戦に加わっただけだった。内戦終結後は議会と軍が対立、議会が軍縮の一環としてアイルランド遠征に軍の一部を派遣する計画が上がると、その指揮官に目されたが、スキッポンは クロムウェルらと共に軍の議会への抗議を提出、議会からは軍の実情を調査する役割を認じられ、軍と議会の仲裁に当たった。スキッポンは長老派と独立派の中間を維持しつつ、国王との和睦を実現すべく努力したが、軍がその行動を破棄したため実現しなかった。国王裁判で裁判官の一人として指名されたが、 欠席イングランド共和国が成立すると1654年、1656年、1658年の第一議会、第二議会で、キングスリン選挙区から議員に選出された。1655年に、軍政官の一人にも選ばれ、ロンドンとミドルセックスの軍管区を担当した。ここでは、ジョン・バークステッドを代理に立てて、不道徳、不信心を取り締まり、 スキッポンの人気は高かったが、行事に悪影響を及ぼす恐れから取り締まりを停止した。議会ではほとんど発言しなかったが、ジェームズ・ネイラーに関するコメントを残している。第二院の議員にも選ばれ、庶民から尊敬され続けた。クロムウェルの死後ランプ議会から復元された、長期議会により再び、ロンドン民兵団の指揮官に任命されたが、加齢で衰弱していたため情勢が、 王政復古へ到達する直前の1660年3月に死亡した。プファルツでメアリー・カムズ・オーブ・フランケンタールという女性と結婚。彼女との間に生まれた同盟の息子フィリップはダンウィッチ選挙区選出議員になった。浜林 P112、ウェッチウッド P47P50、P54P91、ウェッチウッド P136、P P162 P164 P182 清水 P81 ガードナー P368 ウェッジウッド P370 P371 ガードナー P54 P56 P107 P113 浜林 P159 清水 P88 P90 P105 P106 ウェッジウッド p435p449p468p469p471 ガードナー p235p386 浜林 p286p287 清水 p227 フィリップスキポーンパーレメンテリーゼネラルハットジョンビカーズイングリッシュワーズスハットスキポーンサーフィリップ オブ・エドワード・ストーン、サフ、ヒストリー・オブ・パーラメント・オンライン、2015年11月15日、閲覧、ありがとうございます。